こちらはあのキーとなっている技術につきましては、あのカメラを使った画像解析技術というものを使っております。これはあのカメラとあのコンピューターを組み合わせたあの技術になるんですけれども、この、 デモについては全く あの木の塊に過ぎないあの碁盤の上にあの全てデジタルでコンテンツを搭載いたしまして、でその横にあの取り付けてありますカメラがあの指の形状を認識するんですね。でその指の形状の中でも特にその指先だけをあの認識したときに、あのそれがあのクリックのアクションになるというふうにプログラムであの設定してあります。それによってこの全くの何 あのデジタルデバイスでも何でもないあの碁盤の 上でですね、指を動かすだけでまるでタッチパネルのように使っていただけるというデモを今ここで行っております。でこ あのリアルな碁盤というその物体とこ あのデジタル あのコンテンツの融合ということでミックスリアリティという技術になってくるんですね。でこの技術を使いましたら iPhone だとか iPad だとかタッチパネルだとかそのようなデジタルデバイス以外のさまざまな日常生活にあふれるもの自体にデジタルコンテンツを持ち込みまして、でそれをさらに豊かに使っていただくということが可能となります。認識技術自体はどちらの技術がベースになっているんですか？はい、でこれはあのフランスの国立科学研究所というところがあの開発したあの画像解析 あのコアな技術があるんですけれども、あのその技術自体はあの様々な用途に使われておりまして、軍需目的であったりあるいはあの医療目的であったり、であの弊社の方ではそのコアな技術からあの特にこのようなあのインタラクティブなあのその用途だけに特化したあその特許を取りまして、であのこのようなあの技術製品化をしております。こちらの方はそのあのカメラがあの読み取っているそのあのビデオカメラのデータですね、はい、それをあの三角分割測量を行って、はい、でそ あの位置を読み取っているんですね。あであのこ あのカメラについてはその X と Y の あの軸だけではなくてその Z の その高低ですね、高さの方でも、うん、あの読み取ることができますので、あの3次元 あの空間を読み取っていると言えると思います。カメラは何でもいいと。でソフトウェアの方なんですかね。はい、なるほど、はい、であのカメラやあのプロジェクターやそのようなあのハードウェアの方では特別にあの複雑なものは一切使っていないんですね。なるほど。で あのそれをどのようにこのカメラが撮っているそのビデオデータをどのようにあの解釈するのか、どのようにあの解析するのかというソフトウェアがあの高度なわけです。あ、それはあれですか、あの Windows なんですかね。はい、あの これはあのこのソリューションは Windows ベースです。あ、はい、ですからその Windows 上であの使えるあらゆるアプリケーションを使っていただけます。